シャー。やあ諸君、俺はイタリアのバッショーネというギャング組織に就職しているグイード柴田です。俺はこの拳銃にスタンドを宿している。早速呼んでみようか。集まれセックスピストルズ。ピストル、おーピストル、おーかわいいなピストルズ、今日もかわいいな。ナンバー3、ナンバー5をいじめるな。ナンバー5をナンバー3が殴ってくるぜ。いつも一番が大好きナンバーワンだ。運だけはいい、ラッキーセブンだ。ゲーズに1回しか撃ってことねえからな。間違ってよ、僕ら暴走だ。僕、ジョジョ大好きだから、この企画すごく楽しみにしてたのに、そうしたらだってばよ、じゃつけろって言われだってばよ。ごめんね、ナンバー5。よろしく。組織のボスがね、あの辺に出現するっていう情報を聞いたんだよ。死ねば、こんなところにいるわけないんだよ。あれ、あれボス、ボス、あ、いたってばよ。あれボス、あれボス、ほらボスが、あいつ、手振ってくれてちゅん。あいつ、仲間みたいになってるけど。俺もできればこっち側がよかったよ。声高くて。どうやって倒すんだってばよ。依存在に俺が弾丸を、あ、これ弾丸だってばよ、これ弾丸をバンって放つから、もしかして難しいこと言ってる。逃げよ、飛びすぎだ。なんだ、あ、これ、おい、うまくいかないよ。お、声がやばい。芝刈り機のせいで声が全然入んないってばよ。あれだよ。なんかそれっぽく見せるっていう技はあるんです、うん、あえてクソ CG と呼ばせていただきましょう、はい、皆さんの珠玉のクソ CG を作ってきていただきました、はい、いやマジでクソよ、はい、僕はちょっとね時間がなかったので、あ、途中で諦めたわっていう瞬間がありますんで、あの そこも含めてご覧ください。あ、はい、こちらでございます。お、ドラマっぽい。寒い、ちょっとなんかあったかいもの飲みたいな。お、あったかいコーヒー飲みたいな。おお、すごい。そんな。あれ、てっちゃんいないんだ。仕方ないな。行くぜ、インビジブルメガネ。やりたかったんだけど、ちょっとね時間が足りませんでした。僕はもうあのジョジョあるあるのトゥビコンティニューとで終わらせちゃいました。めっちゃテンション上がった。やべえこれ。すごいわ。ちょっと一緒にやろうぜ今度。出てきてって面白すぎたのに。何のスタンドあれ。あれ僕のインビジブルメガネです。軸に合わせるメガネ。すごい。ラッシュ時なんて言ってたの。これ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 。ゴゴゴとかも書いて、ゴゴゴもちろん一文字一文字書いて、一文字一文字動かしてます。おお、以上でございます。安城ユンガイラ商店街ですね。おい、安城ユンガイラ商店街ですね。おい、僕が再現してくる芝優のやつなんですけど、ワイプ、まああのジョジョの奇妙な冒険の格ゲーがあるんですね、まあ、必殺技のシーンというか、うん、ちょいとでも俺に叶うとでも思ったか、マヌケ。まあまああるか、まあまあむずい。死の冒険とか大変だよ。カメラマンが超大変だよ。
やばい、しかも敵が誰だった今、ウィル・エゼペリだった。いや、ディアボロです、ね、ディアボロもめんどくせえな。もっとなんか、ジョウスケにしてほしかったな、その辺の高校生捕まえてこいこっから二人やの結構動きがあるやつだよね、うん。まあ僕格ゲーなんでカメラアングルとかエグいですからね。そうだね、めちゃくちゃ切り替わったもんね。いやしかし悪いですけど、レベルの差が歴然ですね。あら、え、マジですか。ね、僕思ったんですよ、どうせ皆さんグリーンバックを駆使するんだろうなと。まあまあ、うん、で、なんか4人が4人で、ね、同じようなものを作ってきてもいけないんじゃないかと思うので、まあ僕はですね、面白くなっていいやととにかく高クオリティを追求しようと思ってやってまいりました、うん。え、そうしたらグリーンバックじゃないの。じゃあまずは映像見てください。はい、はい、今回です。漫画っぽい感じだっぽい。やばっ、えぐいな。やばいな、できるわけねこれ。いやなんか、いや作った後で見るとマジでえぐいな。15秒尺があるんだよ、うん、なんか6秒くらいのところでこいつを殺した方が早いんじゃないか。今から作るより。でも高クオリティでいけたってことだよね。いけたと言えるのかは分かりませんが、まあ全力を尽くしましたってことですね。じゃあこちらでございます。はい、はい、おー、あー、あ、なるほど。おー、すごい。バグった、バグった、バグってる、バグってる。ちょっと待って、いや、ものすごいですよ、うん、とんでもないクオリティなんですよ。バグが起きてます。バグってるよ、なんかただただバグが起きてるよ。あ、これあれじゃない、多分だけど、あ、ジョジョ4部に出てきたさ、この周りの人を透明にしてしまうね、最終的にジョセフ・ジョースターの養子になった静香ジョースターのね、スタンドが現れるの。透明の赤子だったよね。そうそうそう、あ、これ見えないんだよ、ね、そういうことか。このゲームの再現内にたまたま現れてしまったってこと。多分そうだと思うね。僕言ったら叱られると思ったのは、敵がディアボロだったんだけど、ちょっとディアボロの敵ではなかったから、まあ4部と5部の違いがあるかなっていうところが一番ね、突っ込まれるかなと思ったんですけど、あ、まさかそっか、アクトンベイビーが現れてたの。わからん、わからん、わからんから、なんも言えねえよ、俺。いやちょっと本当にもう努力を分かってほしいんですよ。いやでもすごい、もう一個一個フィギュアをね、彫像稼働っていうめちゃくちゃ動くフィギュアがあるんですけど、いい動きさせて一個一個こう組み合わせて、一コマ一コマこうコマ送りをして、それをくっつけてって感じだよね。ストップモーションってこと。そうだから映像はほぼ使ってない、全部、ね、なるほど、なるほどね。あ、ここで現れちゃったか。グレートブルデットしてきたな。何これ、ヒーローだと思ってたよ。何これ、メッシーサパーマンモーニカ寄ってばよ。マンモーニカ、この野郎ども、ピストルズ集まってくれ。柴田、え、何、近くにチョルノがいるってばよ。チョルノがブローチに命を与えたってばよ。テントウムシのブローチを、テントウムシ早く来ないかな。全然来ないな。ザ・ワールド、やばい、あんま知らない、やばい、あんま知らない。そして時は動き出す。あっちに、あれ、あれ、おー、おー、誰、ディオだ。ディオ様来てるってばよ。なんでディオ様図をまたいちゃってるってばよ。お前らこのコスプレを作れってこう指定し合います、はい、我々の大好きなアニメ、ジョジョの奇妙な冒険第2部から。うわー、柱の男、エシリシでございます。うわ、エシリシか、エシリシだ。はぁ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 、まあ、パーツは少ないんでね。確かに、そう、これはね、これはね、僕ちょっとイメージなんですけど、リョウさんに来ていただきたいな。あー、確かにリョウさんね、リョウさんね、ガイエン、在社国のモードだ。分かる分かる、ものまね前に来た。こちゃんチームのコスプレ、SDC です。どうぞ、せーの、えい、おー、すごい、 SDC だ、結構。おー、肩すごくない、すごい、ピアスでしょ。割とでも SDC だよ、これは。やったー、伝わるよね。うん、
顔バレてがすごいよ。すごいすごい。嬉しいこれは。あいい上がるわ。すごいわ。すごい。キング大変そうだね。動けないよね我々。どう？どう？うちのウルフどうですか？ウルフも。いや面白い。いや面白い面白い。サイズ感やばいよ。じゃあ次行くよ。はい。俺は人間をやめるぞー。少々。おお。いいね、これは分かる。有名すぎるわ。虫さんのおかげだなこれは。あの酔っ払った時にここに行ってたわ。俺は人形やめるぞジョジョ。静かにして本当酔っ払って人形やめちゃうからね。人形やめちゃうからね。ゾンビになっちゃう。何を経過すごいやるてばよ。動きました今。スタープラス上がってばよあいつ。まだこれ超スターキュー。ついんじゃねえのか。よかったあの作戦を使うしかないってばよ、ディオ様に時を止めてもらってその間にボールをこうやって蹴ってもらう。まあだからみんなは時止まってるから間見れないってばよ。よしこれで決めるぞ。決まっていくぞってばよ。ピストルズ行け。あっオールド。そして時は動き出す。そして時は動き出す。なんだ？長い剣パス来たんだけど。どうしたぜお前ら。完全に倒したぞ。やったー。やったー。完全に死んでるぜ。やったなお前ら。やったー。わかんない気づいたの。このディオが。ワールドで時を止めたのだ。じゃあ最初からこれでよかったってばよ。熱中症になりそうだから帰ろうってばよ。4時間ぐらいやってるからね、疲れたよ。今回は長かった。あの人間のサイズでやるもんじゃねえってことが分かったぜ、じゃあブチャラティのところに帰ろうぜみんな。ああ誰だよ誰だよ。仮面の中帰ろう。仮面の中に入れるから。仮面の中帰ろうってばよ。あの鍵みたいなやつカチュッとはめると入れるってばよ。鍵入れるから鍵シューンってシューンっていけるか。あ、ディオ様ありがとう。ディオ様ありがとうってばよ。